皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。先日ですね、私の家にファイナルファンタジー16の、トルガルパピ、ちっちゃい、ね、ぬいぐるみが届いたんですけれども、それはまあ先日の動画でお話ししてるんですが、無事ですね今日大きいのが届きました。でけえ、ちょっと思ったよりでけえんだけどね。これ部屋に置いておくとね、なんか存在感すごい感じます。でね、もうこれ届いた瞬間、息子もね、すごい気に入っちゃって、早速またがってましたね。で、これ抱きしめたら、あったかいの。これからね、寒くなってくるじゃないですか。これあるといいかもしれません。膝の上に乗っけとくと、かなりポカポカしてきます。見えないな。見えない。ただちょっと残念なのが、これ見て、これ、顔なんですが、左目だけちょっとつぶっちゃってる感じに見えるんですよね。もともとこういうデザインってことはないよ。ちょっと残念な個体にひょっとしたら当たってしまったかもしれませんが、まあまあそれも個性ということで、ね、可愛がっていきましょうね。というわけで、今日の動画なんですけれども、ちょっとね、あんまり編集を入れられないかもしれません。ちょっと時間の関係上、編集等々をあまり入れられない可能性がございます。ご了承ください。まあその方が、ちょっとアットホームな動画になるからいいよね。いや、ちょっとわかんない。編集入れなかったらアットホームになるのかどうかっていうのは、ちょっと全然私もわからないところなんですよ。そんな気がしておりますので、まあぜひお付き合いくださいといったところです。まあ、ゲーム業界の噂とか、そういったお話とか、みたいなところを話していきたい。動画のタイトルとか、サムネイルに何話するのかみたいなところは書いてると思いますが、ただその前に、ちょっとね、YouTuber として、ちょっと見逃せないお話をちょっとしておきたいと思います。それは、ステマのお話です。10月1日から、日本でもステルスマーケティングに対する規制が行われまして、まあ、ステマみたいなことをやると、要は企業から報酬もらっておきながら、それを、ね、広告だと思わせないような動画作りをしてしまうと、ちょっとアウトなんです。だからまあ、テレビでたまにやってるその、やずやとか、ニンニクラオン、やずやじゃないか、あれなんだっけ、ドラマ仕立てのやつあるよね、広告のね。あれとかちょっとギリギリだよね。まあ、ちっちゃくこれは広告です、PR ですとかって書いてあるからギリギリセーフなのかもしれませんけど。なんか不意にドラマ仕立ての話始まってさ、そんな時出会ったのがこのニンニクラオンみたいなやつ、あれなんだっけ、あれ。やずやなのかニンニクラオンなのか、どれだったのか全然思い出せないんだけどね。夢グループの CM は多分セーフ。あれめっちゃコマーシャル。あれセーフみたいな話で。でもちょっと話がどんどん脱線してるんだけども、何の話だっけ？ステマの話ですよね。日本ではステマやると違法になってきますよっていう話です。皆さん、YouTuber ってステマやってると思います？思います？どうですか？ちょっと皆さんのご意見ちょっと聞かせてくださいね。まあ、中にはしてる人もいるのかもしれないんですけど、実は YouTube って、YouTube って言ってっていうか、その YouTube に広告をお願いするような企業って、何年も前から、ステマに対してめっちゃ厳しいんですよ。厳しいというか、ちゃんとチェックしてくるんです、ステマにならないように。まあ、私は事務所所属していて、UUUMに所属してるんですけど、ちなみに UUUM もステマにならないように、めっちゃ厳重な、レギュレーション等々があります。まあ、とはいえね、動画の頭にしっかり、YouTube 左上に広告ですよとか、プロモーションになってますよみたいなの出るじゃないですか。まあ、ああいうのしっかり入れるとか、動画の冒頭で、まあ、これは広告ですよっていう、提供を受けてますよとか、そういうことを発するとか、まあそういうような形になってくると思うんですけれども、めっちゃ厳しいんですよ。だから、普通に考えて、事務所所属系の YouTuber がステマやってることはまずないんですよね。なので、私の動画も今後もあまり変わらずと。だから、私いろんなゲーム紹介してたりさ、ね、このゲーム面白いですって言ってますよね。で、あれ、中にはそれを、ね、ステマだと思ってる方がいらっしゃる。びっくりしちゃった。なんかコメント作るのたまにね。これステマなんですよね。びっくりしちゃって。普通に面白いなと思ったゲームを紹介してるだけでステマだと思われてる。ね。世知辛い世の中ですよね。ゲームを面白いって言ったら全部金が絡んでると思ってる。まあだったら、俺金でも欲しいよ。こんなね、机にのこんなぬいぐるみこんな持ってんだよ、これ。これ、これステマなんじゃねえのって思われるよね。いや、これ俺普通に欲しくて買っただけで届きましたよ。だんだんまた持ってたらめっちゃ熱くなってきたわ。ね。っていうところで、まあ私でもね、年間っていうかたまにしか受けないんですよね。なんかスマホのゲームとか、よくわかんないガジェットの案件とか、すごいたくさん来るんですよ。でも、基本的にこのチャンネルでは会ってないので、ほとんど断ってます。で、たまになんか、チャンネルでも見てる人でも興味湧いてくれそうだなっていうものに関しては受けたりもしますけど、まあほとんどない。もともとほとんどないので、あんまり影響ありませんよねっていうところです。なので皆さん、YouTuber ステマだらけなんだろうなって思ってるかもしれません。思ってる方もいらっしゃるかもしれません。まあでも、大概の大人はそんな風に思わんか。みんなわかってるよ。多分別に YouTube に限らず、
なんかそのプロモーション打つような企業とかに関わってたら、ステマにならないように、ステマにならないようにっていうか、広告であることを分かりやすく表示するっていうことって、非常にまあ重要なことと、別に今に始まったことではなくされておりますよね。あ、でもなんかさ、アフィリエイトとかでさ、YouTube の概要欄に貼ってたら、それもなんか、しっかり説明文書かなきゃいけない、みたいなルールがあるみたいですよね。よかった、アフィやってなくて。アフィリエイトやってないんで、ちょっと私には関係ないですよね、っていう話で。まあそんなわけで、もう5分ぐらい経っちゃってるのかな、関係ない無駄話しちゃっておりますけれどもね。いや、私にとってはすごい大事な話だったんで、まあ、そんな感じになっておりますよってところなんですが、今日の動画の、本筋の話としましては、こんな噂があるんですよ。モンスターハンターの新作が、任天堂の後継機、新しいゲームハードで出るんじゃないかというふうに言ってる方がいらっしゃいます。それね、誰が言ってんのっていう話になるわけじゃないですか。ね、どこでも、なんでもない人がそれ言ってたって、特に話題にはならないんですけれども、なんかね、リーカーとしても知られてる人で、海外で、ユニベーソ、ニンテンドー、なんて読むんだろう、これ。ユニバーサルかと思ったけど違ったんだよね、綴りはね。ユニベーソ、ニンテンドーみたいな名前の、サイトを運営している方が、真偽は不明ではあるものの、モンスターハンターの新しいのは、ニンテンドースイッチの後継機で、出るようですよ、みたいな話をしてた。海外のフォーラムでそういう話をしていたわけなんですよね。ちょっと待って、この、海外のこのサイトってどのぐらいの規模なんだろう。ちょっと待ってね。ツイッターはね、2.2 万フォロワー。いや、まあまあなフォロワーだよね。まあまあなフォロワーだと思います。YouTube チャンネルはどうだろう。YouTube チャンネルはでもね、460人のチャンネル登録者。そんなに規模は大きくないです。まあでも、あれだよね、ゲームメディアとかだと別に YouTube チャンネルってそんなに、登録者増えないですもんね。普通にホームページとかサイトの方は、まあサイト見たところで何かわかんないからね、ビュー数とかね。わかんないので、ちょっと何とも言えませんけれども、まあ、みたいなことになっております、と言ったところで、まあ、ちょっと話題になっておりましたので、お話に出させていただきます。今年の7月頃に、もう間もなく、モンスターハンターの新作の、発表があるんじゃないか、みたいな話も、なんかリークを元に出ておりましたけれども、全くなかったですよね。外れてるんですよ。なので、すまんけど、話題に取り上げといてなんなんだけど、このリークも外れそうな気はするんですよね。ただなんでじゃあこの話取り上げたのかっていうと、いやでも最終的にモンスターハンターって全部のハードで出る方がいいよなってちょっと思ってるんですよ。みんなはどう思ってます？モンスターハンターって。なんかさ、ゲーム、ハードのさ、派閥によってゲームのソフトの取り合いするじゃない？モンスターハンターをうちのゲームで出すべきだとか、スイッチで出すべきだとか、プレイステーションで出すべきだとか。まあ、いろんな話題があったりするんですけど、皆さんはどう思ってますか？まあ、別に僕はね、全部で出りゃいいって普通に思ってるんで、ちょっと待って、部屋にね、猫が入りたがってるんだ。あ、すいません。猫におやつあげてきました。なので、カットしたことによって、アットホームさが一気になくなりましたね、この動画の。アットホームじゃねえっつうの。で、どこまでお話ししてましたっけ？まあ、ニンテンドースイッチの新しいやつであれ、プレイステーションであれ、モンスターハンターってみんなで遊ぶゲームで、より、その多くの機種で出てた方が私はいいなと思ってますので。で、カプコン的にも、できるんであれば、全機種で一気に、バーンって出した方がいいに決まってるじゃないですか。あ、でもなんか他の機種と同時並行マルチ展開するのって大変なのかな？ね。なんかいろいろ大変そうだよね。ゲームによってはそのマルチ展開するの大変だからやらないとかっていうところもあったりするわけじゃないですか。まあっていう中で、まあ、大変じゃなければぜひそうした方がいいんじゃないかなと思ってはいるんですよ。まあ、なかなかまだ話が繋がってこないんですけども、さっき言ったその、モンスターハンターの新しいゲームは、新しいモンスターハンターは、ニンテンドーの後継機で出るだろうって言ってたそのリーカーの方は私は全然知らなくて、多分これは外れるんだろうなって思ってるんですけれども、私がよくですね、当てにしているゲームの海外の情報筋、トム・ヘンダーソンさんっていう方がいるんですよね。で、そのトム・ヘンダーソンさんが最近ね、こんなことをつぶやいてるんですよ。ニンテンドースイッチ2とその技術には本当に期待していると。Xbox、PlayStation 5、Nintendo Switch 2、パソコン、同時発売です。
みたいなことが12ヶ月から18ヶ月以内に目にすることになるだろうみたいなことを言ってるんですよね。この人なんか多分任天堂スイッチの後継機というか新しいハードの情報なんかちょっとずつ入ってきてるんだと思うんだよね。でその上でマルチ展開が今後さらに任天堂も含めたマルチ展開っていうのがさらにしやすくなるだろうっていうようなことをもうこの人はなんとなく知り始めてきているんじゃないかなと思います。海外だけでしか発売されてなくて日本では発売されてないゲームでモータルコンバットっていうゲームがあってモータルコンバット1か海外でしか発売されてないから私もねちょっと正しいタイトル分かってなくて申し訳ないですけどはいそうですねモータルコンバット1っていうゲームこれで、ね、この格ゲーはね海外でめちゃくちゃ人気があってですごい偉いとか全機種展開なんですよ。全機種展開っていうのはスイッチも含めた展開なんですよね。ただしスイッチ版だけやっぱりグラフィックぐーんと落ちるんですよ。でそのグラフィックぐーんと落ちてるところに対してまあちょっと意見が少し割れてたりまあグラフィック悪くなりすぎてるのでちょっとひどいよねっていう意見もあったりまあとはいえ全機種で出してるのはちょっとすごい偉いよねっていうところもあったりまあそういったような現在ではその全てのゲームハードコンソールでゲームを展開しようと思うと結構な努力いや、お金が必要になってくるようなっていうような状況なんですよね。ところがもし任天堂スイッチの任天堂の新しいゲームハードが、まあ、今噂されてるような内容だと PS4 ぐらいの性能とかがあるんじゃないかみたいなところがちょっとずつね言われ始めてきておりますけれども、まあ、なんかそれこそねゼルダの伝説ブレスオブザワイルドを 4K の 60fps で起動しているデモをゲームズコムで披露していたりとかっていうところも噂っていうかそれは多分事実だったんだろうね、みたいなところとかも話として出てきておりますので、まあ、そういうことが可能になっていったのであればより一層マルチ展開しやすくなりますよね。なので私としてはぜひねモンスターハンターなんかそのどっちかのハードだけとかではなくてぜひマルチ展開してくれたら、ね、いいなと思ってる。だってそっちの方がさなんかそのゲームのコンテンツとしても荒れないでしょね。自分のところのゲームハードに来なかったらやっぱなんかちょっと荒れちゃうわけでしょなんかそれね毎回なんかちょっと気になっててそんなのない方がいいよなって私はあんまり気にしてなかったんですよね。そういうのなんか結局どのゲームハードも買うから別にどのゲームハードで出てもあんまり気にならないなぐらいには思ってたんだけどやっぱりその誰もが彼もが全部のゲームハード持ってるわけじゃない中で遊びたいゲームが自分のハードには出なくて出ると思ってたのに出なくて他のハードで出ちゃったらちょっと嫌な思いしちゃうんだろうなっていうところからなんかそのゲーム派閥の争いみたいなのが生まれてるんだとしたならばそれはちょっと嫌だよねと。でそういうのってその我々にはどうすることもできないじゃない。どうすることもできることがあるとしたら企業がもうちょっとだけその申し訳ないんだけど努力していただいてなるべく全部のハードに出すようにっていうところをやっていただくっていうのが、まあ、一番その丸く収まるパターンなんだろうなっていう気がしてるので私としてはまあ任天堂スイッチの新しいやつだけじゃなくて全てのハードで出てくれたら嬉しいなとは思っております。ただねモンスターハンターってさその路線としてはモンスターハンターワールドがいっちゃ売れてるんですよ。あれだから2000万本とか売れてるんだっけモンスターハンターワールドって。ちょっと今調べてもいい？これ今あれだよカットしてないよ。普段だったらカットするカットするだからアットホームな動画目指してわざとカットしてないからね。1500いやもう1900万本か。2023年の段階で世界出荷本数が1900万本だという形なんです。まあまあまあもうアイスボーンとか入れたら余裕で2000万本超えてて3000万本近いんじゃないかな。アイスボーンもね1050万本とかの売上を売上出荷を達成しているということなので結局そのなんだろうモンスターハンターワールドがすごい売れたのってまあパソコンとかの展開とかまあ多様なプラットフォームで、展開したからっていうところもありますしそれともう一つはやっぱりリアル路線っていうところが海外には受け入れられやすいというか受けやすかったりするっていうところなんで、まあこういう形になってますので間違いなく次のモンスターハンターあるいは次の次かもしれませんけど絶対モンスターハンターワールド系列のリアルなグラフィック頑張りまくってるモンスターハンターを必ず出してくるのは間違いないかと思われますので、まあ、それがじゃあいつなんだいってなったら、まあ、もしその次の任天堂のハードが
ね、それだけのパワー出せて、今 PS5 とか Xbox シリーズ X とかパソコンとかと、ある程度その並んで、まあ、完全には並ばないと思うんだよ。もし携帯機も兼ねてまたやるんであれば。ちょっとだけ性能を落としてくるっていう形になると思うんだけれども、まあそれでもある程度マルチプラットフォームでも展開がしやすいっていうくくりの中に入るようなハードになってくるのであれば、モンスターハンターワールド2は全ての機種で同時発売っていう世界がひっくり返るようなことが起こってもおかしくないんじゃないかなと私は思っております。まあそれを願っておりますといったところです。ね。まあ皆さんモンスターハンターに関してはね、気になってる方とかね、次早くね、情報来てくんないかなって思ってる人も多いかと思いますけれども、どのように感じておりますか？どのハードで出てほしいか。でもあるいは私と同じように全部のハードで出ればいいじゃない。思ってる人も多いとは思いますけれどもね。ね、皆さんの意見などもぜひ聞かせてください。いや、そうそう。で、さ、ゲームのリークといえばなんだけど、その、今言ったその、モンスターハンターワールドの新作の話に関しては、まあ、リーク、今年の耳にするリークは大体全部外れてってたりしてて、今回のも多分外れるんだろうなっていう気はするんだけども、今年ね、いろんなリークがあって、どうだったの？その、真偽は。当たってんの？外れてんの？っていうところなんですけど、私、今年入ってからね、耳にするリークとかちゃんとメモってって、それが当たってんのか当たってないのかって、ちゃんと見てってるんですよ。ね、今年の初めで言うとジャスティスリーグっていうゲームが延期するんじゃないか、あれですよ、 DC のヴィランズのゲームですよ、ジャスティスリーグが延期するんじゃないかって噂があって、それ1週間か2週間後ぐらいに延期が発表されてたり、実は当たってたりするんですよね。で、皆さん最近、ご存知の通り、最近その予約が開始されましたプレイステーションポータルだとか、イヤホン、新しいイヤホンだとか、あの辺は前からそういうの作ってるよってリークされていて、まあ、中にはそんなもん作ってるわけないじゃないかと、当たるわけないと、言ってる方も結構いらっしゃったんですけども、ご存知の通りそのリークも当たってましたよね。で、発売時期とかも結構当たってるんですよ、割と。で、結構当たってるんです、そういった、話の中で。でね、中でね、外れてるリークもあるんですよ。ブラッドボーンのリマスターがプレイステーションのショーケースで発表されるんじゃないかって言われてましたけど、外れましたね。ブラッドボーン関連に関してはおそらくリークとかじゃなくて願望が混じってる気がしますね。さっき言った通り、私が日頃当てにしてるトム・ヘンダーソンさんとか、まあそれ以外にも結構いるんですけど、ビルビル君っていう名前でやってる人とかもいたりして、まあ大体当たってくるんですよ。プレイステーションの値下げの話とか、海外でしか値下げされてませんけど、値下げの話とか当ててきてたりとか、今月のプレイステーションのフリープレイの話とかも当ててきてたりとか。で、今年大きなリーク話としては、今言ったモンスターハンターの話。まあ、モンスターハンターの新作が今年発表されたら、まあ、リークがたまたま的中したのか、まあ、当たったのかっていう感覚でもいいかなと思いますが、あとはファイナルファンタジー9のリメイクが開発中なのかみたいな話とかも出てたりしますので、まあ、この辺の話とかも、まあ、当たってくるのか。まあ、ファイナルファンタジー9はね、アニメやるつもりなんで、十中八九リメイク作ってそうな気はしますね。で、もう一つ、今さっき言いました、任天堂の次世代機や PS4 並みの性能があるのかどうかみたいな話も7月頃に出始めておりまして、次のハードが発表されるタイミングでその辺の答え合わせができますけれども、果たしてどうなってくるかなっていうところ。あ、ちょっと最近の話だとさ、任天堂ダイレクトで F-Zero が復活するよっていうリークあったんですよ。当たってましたね。F-Zero99 っていう形で、だいぶなんかその予想の斜め上を行くような、復活の仕方ではありましたけれどもね。どこで情報仕入れてくるのかな？ちょっとその、情報俺にもくれよ！俺も日本国内で有名なリーカーとして生きていきたい。いや、リーカーって生きていけないんだ、別に。それで飯食っていくことはできないわけですからね。なんかね、情報あったら欲しいな。ね、機密情報は漏らさないから。ゲームメーカーの方々見てたら、ちょっと私なんか今こんな情報あるよってこっそり教えてください。 DM をお待ちしてます。誰にも漏らしませんので。怪しすぎて絶対ね、その DM なんかできないよね。あ、そうそう。でね、あとね、私が普段当てにしている人のリークでも外れてるのも中にはあって、先日ステートオブプレイあったわけじゃない、え、なんだっけ、ステートオブプレイだっけ、先日あったのって。先日っていうかもうだいぶ前か、2週間ちょっとぐらい前なんで、まあだいぶ前といえばだいぶ前ですけどね、ステートオブプレイが行われまして。でね、その、私が普段手にしてる情報源の人が、まずはその PS プラスの値上げの話から始まって、その後、いろんな発表が行われるっていうふうに言われてたんですけど、PS プラスの話、値上げに関する話とかは特にその場では行われませんでしたね。
ただですね、PS プラスで12ヶ月契約している方は、11月6日以降の更新から値上げが適用ってなる形なので、おそらく11月のその前半ぐらいまでのタイミングで、もう一回告知するタイミングっていうか、まあ、周知するタイミングがあると思いますので、ひょっとしたらその10月後半、11月頭ぐらいに、ステートオブプレイとか何かしらの発表会やって、まあ、そういう話をしてくるかもしれませんね。いや、それこそ、プレイステーションに関しては、もうずっと言われてる、そうだ、この話をせずには終われないよね。新型の PS5 が出るって言われてる中で、まだ発表されてないんですよ。それこそその9月に行われたね、ステートオブプレイ、そこで発表されるんじゃないかっていう説は濃厚だったんですけれども、まあ、されませんね。そりゃそうだよ。スパイダーマンと同梱の PS5 が今発売されるのに、新型の PS5 なんか発表するわけないわいねってちょっと思ったりもするんですけれども、ただ今年のね、後半とか11月にもし発売する予定であれば、11月ぐらいってよく言われてるんですよ。11月ぐらいにその新型を出すのであれば、どっかのタイミングで発表はするわけじゃないですか。まあ、発表というかさらっとした告知だとは思いますけどね。そのバージョンが変わるだけなんで PS5。なんか性能が全然変わりますよっていうわけではないので。なんかそのマイナーチェンジみたいなものですから、大々的な告知ではないにせよ、そのどっかのタイミングで、お知らせするのとともに PS プラスの値上げの話して、そういったネガティブな話打ち消すためにステートオブプレイみたいな形の新しいゲームの発表していくと。じゃあ新しいゲームの発表って何なんですかっていうところのリーク情報に関してはまだ出てないんですよね。あのラストオブアスとかねのマルチのゲームとか今どうなってんのね。だから本来であれば今年のね、あの末ぐらいに情報出すって言ってたんで、まあ、そういったタイミングともちょっと被ってくるような気はする。新しい方来るかもしれませんね。まあ、何よりスパイダーマン発売された後の SI、プレイステーションのファーストパーティータイトルで強力なゲームタイトルっていうのが今告知されてるものってもうほとんどないので、何かしら次の情報のタイミングっていうのがおそらく10月、11月頃にあるんじゃないかなと私は思っております。楽しみにしております。ね。まあ、なんていう感じで、まあ、最近のゲームの情報とかの中で、まあ、リークも含めて気になってるような内容のことをちょっと好き勝手喋らせてもらいました、ね。まあ今話した内容の中で皆さんもなんか感じてることとか、こんな話聞いてるんだけどどうなってるんだろうねみたいなことあると思います。そういうのをね、ぜひコメントでいただければ。みんなと、一緒になんか対話してるみたいな感じで楽しいかなと思ってます。ぜひコメントお待ちしております、ね。ずっと思ってたんだけど、暑くなってきたわ。いや、北海道はもうそろそろ涼しくなって、いや、涼しいところがもうちょっとね、夜は肌寒いです。ね。風邪ひかないように皆さん気をつけてください。ほんじゃね。